一人で抱え込む苦しさを知っています。言ってもどうにもなんないなとかって思ってるとこがあったので、嬉しい知らせが届きました。なんか出らんねん。じゃあ見せるね。ひなさんは大学に合格したのです。なおちゃん、ひなさん、うっせえな、こいつ、うっせえ。自分の期待ところに合格しました。お酒は飲んでないね。
諦めんじゃない諦めんじゃない東日本失礼だな、失礼だな、失礼だな、大切な人生がある、ごめんなさい、ごめんなさい、残された人たちは生きていきます。ラブホー
どうどうなの。改めまして、私たちありがとう委員会は東日本大震災で世界中からご支援をいただいた高校生の方から普段は言えない感謝の思いを伝えようと呼びかけている委員会です。委員長をしています小野寺講師です。気仙沼市役所に勤めています。どうぞよろしくお願いします。委員長の坂本です。それ会社から神社前商店街をお手伝いしています。原宿副委員長の柴田静香です。改めて今坂本さんの思いを聞いていか
かがでした？自分でしたらね、東京でやっぱりそのこちらの被害の情報をこう見ながら、実際やっぱ切ってみないと分からないこといっぱいありましたし、でただその中で皆さんがこう立ち上がってその復興に向けて動いてるっていうのがすごいなっていう。で今朝そういう橋ができてるじゃないですか。お空、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